どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、脇を締めるなというテーマでお届けしていこうと思います。あれ、脇って締めるんじゃないですかと思っている方は非常に多いんですが、このゴルフのですね、スイングというのは、表現、そして言葉の組み立て、ストーリー、それによって全く違った意味になってしまいますので、それを皆さんは間違えてですね、覚えてしまわないように、この動画を見ていただけている方はですね、本当に勉強熱心な方ばかりなんですね。ですから、そういう意味なんだ、わかったと、ぜひですね、この動画を見ていただいて、納得していただいて、皆さんのスイングに役立てていただきたいです。それでは、早速いきたいと思います。まず、スイングするときに、肘を折りたたみます。クラブ立てます。そしてトップの位置、ここのトップオブスイング、ここの形がすごく大事なんですね。そしてそのトップの形を作った時に、脇を締めろというふうに言われたことがある方、少なくないんではないでしょうか。で、これ、脇を締めるとどういうふうになってしまうのか、そして脇を締めろと言われた方はですね、どういう意味なのか、それをこの動画では解説していきます。早速ね、いきます。まず、脇を締めるというのは、ここ脇ですよね。ここを締めるということは、こういうふうに締めるんですが、そうすると2つのことが起きます。その1つ目は、この肘の位置が低くなります。脇を締めるので位置が低くなります。そして2つ目としては、体がそっちにくっついていってしまいます。ですから、スウェーの原因になってしまうんですね。なので、ちょっとやってみると、脇を締めたままスイングをすると、こういう感じのスイングになります。それは極端なんじゃないのと思うかもしれませんが、脇を締めているというのはそういうことです。ここが締まってる。トップの位置までこういうふうに締めてるとこんな感じで、こういうイメージですね。で、これをやると、まずスウェーしてしまうということもそうなんですが、この腕の位置が低くなるので、クラブも少しこうクロスしやすい。クロスというほど上がってないんですが、スイングのプレーンから外れてしまいやすいんですね。なので、こういうイメージですね。これだと勢いがあまりつかないばかりか、スイングのプレーン、一定の面をなすように円をきれいに描いてほしいんですが、それがなかなかスムーズにはいかなくなってしまいます。きれいな円を描けないということになってしまいます。ですから、バックスイングしたときは、こういう感じでですね、ここちょっと開くんですね。この形。これが正しくない形なんです。これが正しい形です。で、脇を締めると低くなってしまいます。で、何をしてほしいかというと、この肘を外側に開かないように、これで脇もバカッと開いてる感じにはなりますが、肘を内側に締めていただければ、正しいスイングになっていきます。そして腕は体から離れていきますので、よく、ここにですね、タオルとかヘッドカバーとかね、挟んでる方いらっしゃいますが、それをもしやるのであれば、小さい振りの幅でやってください。小さい振りの幅であれば、脇も締まった状態で、打つ。その範囲で大丈夫です。ですから、フルスイングをする場合は、必ず、ここは開きます。そして、肘を締めてください。で、肘がキュッと締められるような、そういう形になるためには、これは絶対的にグリップです。グリップを正しく握ってないと、この形にはなりません。よく、男性の方に多いのは、親指でこういう感じで、こんな感じの方が多いんですね。そうすると、こういうふうにですね、振りかぶるような感じになってしまいますので、そうならないように、必ずキュッと、親指と人差し指の間は締めます。そして、この状態をキープするように上げてあげれば、肘は地面の方向に向くようにいけますので、これは少しやってみてください。そして、フィニッシュも同様です。フィニッシュも一緒です。フィニッシュも左の肘を引いてしまう。引くのは良くないんですね。こうなってはいけません。これは脇が空いてるようにも見えますが、結局肘なんですね。振り抜いた後、ぐーっと大きく振りますが、ここは開きます。ね。開かないといけません。開かないと、こんなスイングになってしまいます。これではいけません。必ず、大きく伸びやかに。振り抜く形になります。こういう形ですね。
ここまで大きく振ってあげれば高く腕も跳ね上げられますので、ここは開きます。ただ肘が外側にこういうふうに引けてしまってはいけませんので、そうならないようにということです。今回はこの脇を締めるなというテーマでお届けさせていただきましたが、もしいやいや脇は締めるんだよと思っている方はですね、まず短いクラブで、ウェッジクラブとかで小さいスイングですね、これをやってみてください。小さいスイングで脇がキュッと締まっているような、そういう感覚を少し感じていただくと、あ、これで、しっかりと安定した感じになるんだな、ただ大きく上げたときは開くんだなということも、なんとなくですねイメージできますので、今回はですね、ただ脇を締めろとかね、このたった一つの言葉だけで全ての意味がですね、説明できるわけではないんだよ、そういうことをですね皆さんにお伝えしたくて、この動画を作りました。練習方法はですね、クラブを使わない、こういうですね手のひらを向かい合わせにしたブックスイングドリル、これがですね非常に有効ですね。ここの肘をキュッと締めたようなそういうスイングが身につきますので、ぜひやってみてください。チャンネル登録、そして、ね、高評価ね、よろしくお願いします。皆さんはねとにかく全力で応援していきますので、頑張ってやっていきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。